あ、怖い怖い怖い、ほらほら、いじめてるじゃん、完璧に。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。で、今回は温泉の方に、誰だ、お、この女の子の方か。一瞬姉子かと思ったよ。アユナさん、魔物との戦いで忙しそうなところごめんなさい。なんか荒くれ者に脅されよるみたいな。私、最近悩みがあるんです。私の話聞いてくれますか？悩み、いいよいいよ。実はこの頃、夜になるとどこからか歌声が聞こえて眠れないんです。すごく綺麗だけど悲しげな歌、私聞いていると涙が溢れてきちゃって。だからお願いです、この歌の秘密を調べてきてもらえませんか？アイナさんは私がガライアの雪の中で魔物に襲われた理由が私の宝物の鍵だったことを覚えてますか？ああ、なんか持っとったね。この鍵は私が雪の中でたまたま見つけたものなんですけど、歌声が聞こえてくるとそれに反応してぼんやりと光り輝くんです。私はこの鍵が聞こえてくる歌声と関係がある気がして。アイナさん、この鍵はあなたに差し上げます。どうか赤い扉の先を探して歌声の秘密を解いてきてください。赤い扉の先、鍵を手に入れた。コンパスに目的地が表示された。これはあなたにあげますっていうか、不気味だからいらないですの正解じゃないのね。マイラとガライアの地にはたくさんの強力な魔物たちが住んでおる。噂では4体の巨大な魔物がおり、倒せば魔物が作った家具が手に入るという。溶岩魔人とは関係がないが、お主が行くなら共に飲んでみたいものだと。そんな話はともかく、どうだアユナ、わしの力が必要か？必要必要。うむ、最近の魔物は手強いが、力を合わせれば必ずなんとかなるであろう。ペイパーがついてくるようになった。お、そっちにもいるね。アユナ、お前には頼ってばかりですまねえが、姉子のことよろしく頼むな。さあ、もうここまで来たんだ、俺だってやるときやるぜ。どうだ、素材集めや魔物退治に俺の力が必要か？必要。ただ途中で頭が痛くなるかもしれねえ、遠くには行き過ぎないようにしようぜ。ガロンはね、特別性格がビビリなだけで力は強いんだよな。そのビビリをやめろよ、何のための筋肉だ。ほんで、もう一人いたいた、ギエラギエラ。はーい、行くよ。アユナ、私は信じてるわ、あんたと姉が組めばすごい兵器ができるって。さあ、魔物との戦いもいよいよ大詰めね。私でよければいつでも手を貸すわよ。どうなのアユナ、私の力が必要かしら？必要です。うふふ、そう言ってくれて嬉しいわ。さあアユナ、一緒にお出かけしましょう。ギエラがついてくるようになった。今回姉子は？姉子のクエストじゃないから一緒に行けるんじゃないの？どうよ。ああ、アユナかい。最近頭の中は例の発明のことばっかりでね。ずっと発明のことばかり考えてると、昔あったいろんなことも思い出しちまう。はっきり言って、愉快な作業とは言いやしないけど、私が何とかしなきゃならない。アユナ、もう少し待ってておくれ。ああ、なるほどね。いけないのね。解読をしようと頑張っているわけか。じゃあ、私らは旅立ちますか。赤い扉の先って言ったね。これだ。さて、目的地は。なんか、山の方に繋がっとるけん。とりあえず、私一人なら、どうにでもなるんだが、こいつら三人がいるので、私はちょっと、遠回りをして、安全な道を通っていこうかと思うよ。山の上の方とか行ったらさ、なんか全然登ってこんかったりとか、全然降りてこんかったりとかするやろ？そういうのがちょっとめんどくさいので、この辺を行こうかと思いますよ、私。はいはい。ちゃんと下を通って遠回りして行ってあげるから、ついてこいお前ら。おいでおいで。この辺なら越えられるでしょ？はいはい。はいはい、登るよ。結局登るんかい。はい、来れるでしょこれぐらい。はい、来い。さあ来るんだ、皆の者。来てる？みんな来てる？あ、私と違う道で来るのね。あ、青い油がいっぱい、ありがとう。
じゃあ行こう。どの方向だっけ。あ、うお、そっかそっか、びっくりした。今一瞬超ビビったんだけど。なるほどね。でも私、今の私には魔法の大砲があるということなので、ここから大砲をぶっ放そうかと思います。ちょっと邪魔だよ。はっ、あ、ダメだ、届いてない。ちょっと待って、位置をもうちょっと、もうちょっとずらして、この辺りからかな、この辺りからからならどうよ、当たったでしょう。はいはいはい、さあ、あー危ない、もうちょっと、危ない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 、こっちに来ないで、そいつら戦ってて。はっ、あーダメだ、待って、私の大砲がない。あったあった、ちっこいちっこい。そろそろこいつがやっつけられるはずなんだ、私には。いやー追いかけてくる。ちょっと一緒についてこないでって、あんたらさ、あんたらもうちょっと協力しなさいよ。はっ、ちげえちげえ、全然ちげえ、うおー怖いよー。あ、とりあえずこいつで、こいつで、はあ、全然違う方向だ。待って、大砲大砲、うおー大砲、時間はかかるかもしれんが、うおー怖い。はあ、みんなやられないでね。あっ、あっ、私の大砲、もう一個どこ行った。アイテムを拾いつつ行くよ。ほらほらほら、油とかいろいろ落ちてるから。どこ行ったよ、この辺置いてなかった私。ないんですけども、うぃー、とりあえずこっち、とりあえずこれ拾っとこう。いやー危険だ危険だ、よいしょ。ちょ、みんな邪魔だって。あー違う方向が違う。あ、あったあったあった、ちょ、ついてくるのやめてくれないかな。あの、おし、いける、何を根拠にかはわからんがいける。どこ、設置できてねえじゃん。あ、よし、ちょ、そのさ、一回撃つたんびに破壊するのやめようか。この辺、はい、ドーン。仲間には当たらないのだよ、仲間には。あ、どうよ。あ、でももう半分以上、もう半分以上体力を奪っている。やめて、力、君は力を貯めちゃダメだ。なんせそのままでも十分強そうだから、強そうつうか強いから。よし、行け、みんな行くんだ、かかれー。うわ、危険だって危険だって危険だって。はっ、うう、暴発する。どこ行った、私の大砲ない。でもこいつをやっつけて私はここを乗り切る。待って、そこ足元、そこ足元、私、ちょ、私の大砲、私の大砲踏みつけないで。お、生き返った。すごいよね、みんな。生き返るの早くない？生き返るの早くないっていうか、生き返るのすごいよね。うおー。自動生成してくれるから。え、はっ、やっつけてくれた。ありがとう。何、あなたたち優秀。超優秀。あ、大砲二つともあるんやね。じゃあ、あとはこいつらをやっつけて、向かおう。はっ、この辺に休む場所ないの？ね、ちょっと多少さ、休めるような場所さ、ないんすか？その辺は私が大砲で破壊しただけかな。なさげな気がするね。ということは、ということは、あ、あそこは？なんか炎が。洞窟だわ、あれ。休めねえわ。じゃあちょっと一旦帰った方がよろしいかな？ね。一旦帰ります。あ、でもあっちの方、あの辺に小屋なかったっけ。よいしょ。いや、ないわ、全然ないわ。どこに何があるってんだ。じゃあとりあえず一旦帰ります。暗くなってきたし。うわー、さっき私が破壊の限りを尽くしてしまったからね。あ、てかあれじゃん、これ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 、初めてドラゴンの柱を手に入れた。そうそう。あのね、ギガンテス倒した時に何かが出たんやけど、全然取ってなくってさ、ちょっと、焦った。ちょっと攻撃してるとこ悪いけど。行くよ、こっちの方向だ。ん？一人大丈夫？ついてきてる？音が止んだ。どうよ。います？あ、いるね。行こう行こう。
今は目的を果たすのが先よ。へいへい。素材集めとかでね、レベルは上がるから。あっちの方向、あ、ここはあれか。あの、氷を取りに来たとこだね、前に。前に何かを作るときに、何かっていうか、氷の弾丸か。あれを作るときに、氷を、ほら、ここに取りに来たの。ブリザードたちがいっぱい、なんか、飛び跳ねていらっしゃるから。で、あ、あの建物だ。え、あの建物って私、ここのさ、宝箱取ったんだけど、その時に。あの宝箱の中身は関係なかったってことか。ほら。開く。空っぽなの。あ、で、ここか。ここの鍵がこれなわけだ。使う。よし、進めよみんな。あ、はしごがある。これを登れと。皆様、登れない感じですか。みんなはしご登ってこんのかな。まあ、でもあそこの場所に追ってくれるやろ。ってことで、お、なんだここ。子供部屋っぽい。座る、座らないよ。読めないのか、これ。こっちは？アリフガルド・レキテイと書かれた本が置いてある。お、おなじみの。本を読みます。メルキド・リムルダール、マイラをめぐり、アルフガルドの北西、ガライア地方に行き着いた。長い旅の中で、たくさんの山を越え、海を渡り、私は一つ気づいたことがある。私ってこの人の通りに辿っていきようかな。それは、このアレフガルドの地形が、伝え聞いていたものと少し違っていることだ。どうも海面が上がり、陸だったはずの場所が海の中に沈んでいるらしい。なぜこのような変化が起きたのかわからないが、これも竜王の手によるものだろう。ひょっとすると、人間の往来を断ち、人間たちが協力するのを防ぐためなのかもしれない。行き着いたガライア地方には、銀融詩人のガライという人物が作った町があったはずだが、あ、ガライア地方って、え、人の名前から取っとるってこと？今やこの地は冷たい雪と硬い氷に閉ざされ、町自体も失われてしまったようだ。炎とマグマに飲み込まれたマイラ、そして雪と氷に閉ざされたガライア。おう、このアレフガルドには、もはや人間の住める地は残されていないんだろうか。私たちは住んでます。メルキドからアレフガルドを東回りに巡って、どのくらいの年月が経ったのだろう。私はこれから旅の最後に残された地、かつての王都があったラダトームに向かう。お、ってことは、第4章はラダトームということか。いよいよ。伝え聞くところでは、ラダトームは今、死と呪いが支配する死の大地と化しているそうだ。やめてよ。何それ、呪い？それって第2章のさ、あそこと同じような感じなんじゃないの？リムルダール。果たしてそんな地に希望などあるのだろうか。メルキドの冒険家、ガンダル。なるほど。ん？え、なんかいらっしゃるけど。これってあれじゃない？あの人だよね。あの時の、幽霊さん。おや、君か。この塔に入れるなんて、どっかで僕が生前持っていた鍵を手に入れたんだね。それで、僕に何の用だい？まさかあの女のお使いにでも来たのかい？違うよ、多分思ってる方の女じゃない。何？僕の歌声が少女の眠りを？すまない。それは迷惑をかけたね。悪意があったわけじゃないんだ。幽霊の歌声が聞こえるのか。僕は歌や音楽が好きでね。僕の先祖は盾琴の愛好家だったんだ。へえ、まあでも見た目的に、なんか銀融詩人っぽくあるよ、君。ん？僕かい？僕はラライ。え？しがない発明家だった男だよ。え？私ラライってさ、勝手におじいちゃんとかやと思っとったんやけど、若くね？あ、でもそっか。ラライ様が愛した人って言ったよね。姉貴。君は？まだあの女の、アメリアの手助けをしているのかい？あれ？でも、人殺しとか言わんかった。まったく身勝手な女だよ。魔物を倒すために結局僕の発明に頼るなんて。自分が僕の発明の完成を邪魔したくせに。何かしらの誤解が生じているんじゃないのかね、死んだ時とかに。悪いことは言わない。今からでも彼女の手助けはやめた方がいい。言っただろ？あの女は人殺しだって。君のせいぜい気をつけるといい。あの女に殺されないようにね。歌を歌うのはもうやめにするよ。迷惑をかけた少女には謝っておいてくれ。おお、消えた。シェネリから依頼された目標を達成した。これで達成したのか。
なるほど。じゃあ帰ればよろしいの？もうなんかこれ以上はしごとかもないし。じゃあ戻ります。みんなちゃんといるんだろうね、外に。なんかガチャガチャ言ってるけど怖いよー。ああ降りてしまった。降りたというか落ちてしまった。恐ろしい。みんないる？あ、いるね。あ、オッケーオッケー。じゃあうい壁に。じゃあさ、キメラの翼でひとっ飛び。キメラの翼を使って拠点に帰ります。どういうことなんやろうな。アメルダが嘘つきということ？いやでも別にそんな悪い人な感じせんけどね。じゃあちょっととりあえずシェネリどこだい？温泉か？また。あ、いるいる。なんか隅っこ好きよね。どうした？ほい。アイナさん、ありがとうございます。お、二人でアメルダをリンチしているところか。疑いの秘密を探ってきてくれたんですね。その歌を歌ってた人、アメルダさんが助手をしていた発明家さんですか？ラライさんって歌が上手なんですね。きっととっても心が綺麗な人なんだと思います。ところでアイナさん、いつもアメルダさんと一緒ですけど、アメルダさんのことよく知ってるんですか？そんなに一緒かな。荒くれ者の方が一緒にいる気がするけど。実は私、幼馴染のコルトから変な噂話を聞いたんです。何でもアメルダさんが昔人を殺したことがあるって。アメルダさんはいつも一緒に温泉に入ってくれるし、いい人なことは知ってます。でも自分のことはほとんど話してくれないし、どこか影がある気がして。まあだって同じ町に住んでるってだけだから、普通だったらそんなもんじゃないかな。私、アメルダさんは大好きです。これがただの噂だといいんですけど。クエストコンプリート、ハートハートフルーツ10個。あー怖い怖い怖い。ほらほら、いじめてるじゃん完璧に。恐ろしいわー、この幼馴染。やべえやべえ。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あの牢屋に閉じ込められとった時は見えてなかったってことよね、ラライの姿は。